はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、最後の近代史の最後のですね、部分になります。1920年から1945年までをですね、駆け足で、お話をしていきたいと思います。で、この間はですね、結論から言うと、この朝鮮という、この地域、韓半島ですね、こことですね、それからその満州というこの地域との、兼ね合いなんですね。そしてそこに、ドイツとかですね、イギリス、そして、ロシアが関わってくると、そういう中で日本がどのような立場で、この国際関係を、有利に進めていくかということが、とてもこの朝鮮半島を考える上でですね、大切であると。結局はその朝鮮だけを見ててはですね、なかなか理解できない部分があってですね、国際情勢全般を見ながらこの韓半島情勢を見ていくというところがまず大切だと思います。で、前回ですね、1919年にこの独立運動、3.1独立運動が起こって以降ですね、日本としてはですね、これを不断政治、要するに厳しくこの統治するというよりはですね、文化政治に変わっていくと、文化を元にしながらですね、そして日本とこの朝鮮がですね、一つにしていくというような政策に変わっていきます。で、これがですね、皇民化政策といってですね、こちらに書きましたけども、こういったこの皇民化にしていくというようなところで、日本が、朝鮮とですね、一つになっていこうという、そういうような方向に、変わっていきます。で、この代表的なものがですね、内戦一体というですね、言葉ですね。これは内地人という、日本ではですね、日本の地域にいる人は内地の人というような表現をしてきました。ですから、この内と戦、朝鮮ですね、これが一体となるというような方向に変わっていきます。それがですね、そうすることによって、今この朝鮮の立場が、差別的な立場であったんですけども、それをですね、より改善して、内地の人と、一緒になって、そして一つになっていくというような方向に、変わっていきます。そして、皇国臣民の誓いですね。ここにも書きましたけども、皇国臣民の誓いというような、そういうような立場において、専制を行うようになっていきます。で、もっともですね、この皇国臣民の誓いからですね、皇民化政策というような、一番のその、立場として現れるのはですね、創氏改名ですね。で、創氏改名する名前をですね、日本風に変えましょうというようなところで、これは任意ではあったんですけども、朝鮮のですね、その姓をですね、日本風に変えていくと。で、韓国、朝鮮はですね、もともとこの習俗を中心とした、その、流れによってですね、自分のアイデンティティを、表すというようなところがあって、これは習俗、いわゆるですね、名前以外にですね、そういった地域の習俗、例えば安東であれば安東の、私はキムチであるというようなことでですね、京州の、李氏であったりとか、そういうふうにして地域の名前とプラスその習俗の名前ということでですね、自分のその存在を表すんですけども、これは日本と少し、違う部分もあってですね、この結婚なんかはですね、自分の習俗と同じ習俗の人とは結婚できなかったりとかですね、そういったその決まりがあるんですけども、それをですね、日本的なその氏を中心として変えていくと。そうすることによって、天皇を中心としたその、氏族、この氏の制度に変えることによってですね、その皇国臣民という立場を、明確にしていくというような方向になっていきます。それからですね、小中という学校をですね、設立させてですね、大学もですね、京城帝国大学が、設立されていきます。これはですね、日本のこの文部省が管理している6番目の帝国大学というところで、ソウルにですね、今のソウル大学の前身にはなるんですけども、その大学ができたりする中でですね、教育が、日本語を中心としたその教育
がなされてくるようになります。それ以外にですね、例えばその神社参拝やですね、神宮ができたりとかですね、まあ、そういう中で、まあ、日本と、まあ、日本内地人ですね、日本と、まあ、朝鮮が、まあ、この一つになっていくというような政策が出てきます。まあ、総督がですね、南次郎という総督が中心となって、まあ、それ以降ですね、そういったものがどんどん強調されていくというところですね。そして、まあ、朝鮮はですね、この農家ですね、農村を、まあ、振興をもっともっとこの復興させていくという、まあ、運動に日本がですね関与していくんですけども、まあ、そういう中でですね、まあ、零落農民ということで、農民がですねこの農家でやっていけないというところでどこに移住したかというとですね、これが今日ですね一番のポイントであるですね、この満州にですねたくさんの人が、まあ、移住していくんですね。で満州に、まあ、この関東という地域、まあ、日本韓国語でですね、まあ、関東というんですけども、まあ、この地域にはですね以前からも、まあ、朝鮮の人が移り住んで、そして、農村をですね、まあ、行っていたというようなところもあってですね、まあ、この実際にはですね40万人、そして1930年にはですね、まあ、60万人もの人が移り住んだというところでもあります。で現在ですねこの関東という地域は実際は四平とい まあ、中国のですね、朝鮮族の自治州となっているんですけども、私も行ったことがあるんですけども、まあ、ここにはですねたくさんのこの朝鮮族の人が、まあ、今でもですね、まあ、住んでいます。ただしですね、まあ、ここがですねいろんなその中国との その国境の近い上にですね、まあ、航空の問題もあったりとかですね、するので、まあ、領土問題の、まあ、火種となっている ところでもあります。まあ、そういった中でですね、農民運動が起こりながらですね、まあ、たくさんのそういった闘争がですね、まあ、この時期を境にたくさん起こっていきます。726件のですね、まあ、といった農民のその闘争がですね行われながら、まあ、日本としてはですね、まあ治安維持法を動員しながらそれを抑えていくと。それからですね1920年以降ですね、世界的な不況の中でですね日本がこの主要なその資本をですね企業が朝鮮に進出していくと、そういう中で工場ができたりとかですね、ダムができたりとか、鉄道を敷いたりとかですね、そういうような中にですね朝鮮の人をこうやっぱり雇っていくわけですね。まあ、そうするとですね、例えば低賃金であったりとか労働環境が悪かったりするとですね、ストライキとかですね、労働運動に発展していくというようなところで、それ以降ですね、たくさんのそういった労働運動が起こってきたというところですね。1930年以降、ここはですね、中国との関係がとても重要になってきます。それがですね、満州事変を起こった後ですね、1932年にですね、満州国ができてきます。溥儀をですね、王として建てながらですね、そこにもですね集団移民として日本人がですね、20万人もですね、移住したと言われるくらいですね、この満州という地域がですね、日本にとっては、とても、重要な位置になっているわけですね。でここはですね、ロシアもここを狙っていますから、なんとかですね、ここで日露戦争以降はですね、日本がなんとか利権を守ろうというところがあったわけなんですね。ですから、この朝鮮という地域は、兵站基地としてですね、確保して、そして満州に進出するためのその立場であったということを、日本が考えていたというふうに考えられるわけですね。そういう中でですね、1936年に、このベルリンオリンピックが、開催されるんですけども、ここでですね、選手が、日本人として選手が出場していくと、そういう中でですね、このオリンピックのそのマラソン大会でですね、朝鮮のソン・ギジョンというですね選手がなんとですね金メダルを取るわけですね。しかしながらその時にはですね、表彰台にですね登る時にですね、君が代が流れたりとかですね、日本のその国旗がですね掲げられたりとかするんですけども、なんとですねこのソン・ギジョン選手が世界記録をですね、2時間29分19秒というですね内容で、
まあ、金メダルを取っていくと、まあ、しかしながらその当時ですね、朝鮮の国がですね世界に発信することができんですね、日本としての選手としてですね、まあ、表彰されていくというようなこともありました。次の年の37年にですね、1937年に、まあ、日中戦争が、まあ、勃発するわけですね。まあ、日中戦争以降ですね、まあ、15年戦争と言われるその中国との関係や、それからその以降太平洋戦争が行われていくんですけども、やはりその時に、まあ、人員が必要なので、まあ、徴兵制度としてですね、たくさんの、まあ、朝鮮の人もですね、まあ、戦場に行ったと。国家総動員法ということで、まあ、この公民化政策の、まあ、一途としてですね、まあ、こういったこの朝鮮の人が戦場にですね、まあ、赴くというようなところになります。でその間ですね、やはりこういったこの状況をなんとか改善していこうというところでですね、まあ、抗日パルチザンという、まあ、組織ができてきます。これがですね、まあ、今の北朝鮮の一番最初のですね、まあ、主席ですね、として、まあ、国家主席としてですね、まあ、生まれた、まあ、金日成ですね、まあ、金日成がこの活動に、まあ、参加しながらですね、そしてこの満州を中心としてですね、抗日運動を、まあ、開始していくと。そして、最終的にですね、まあ、この朝鮮に、まあ、進撃を、まあ、していくんですけども、まあ、この金日成というですね、まあ、人物はこの朝鮮の中でですね、どんどんこの伝説化していくと、まあ、この国をですね、まあ、救ってくれる、まあ、そういう、まあ、救世主のような人なんだというようなところですね、まあ、国民の支持を仰ぎながら、最終的には、まあ、北朝鮮という国が出て、できてくるんですけども、まあ、実際その金日成が本当にその運動したですね、抗日パルチザンとして運動した金日成だったのかというところでですね、まあ、いろんなその話があるんですけども、まあ、それはとりあえずですね、まあ、この民衆によってですね、まあ、支持されながら、まあ、北朝鮮が出て、生まれてくるというところですね。まあ、それから大韓民国臨時政府がですね、この上海に、まあ、設置されながらですね、イースンマン、リーショーバンですね、大統領、まあ、第一代大統領が、まあ、その政府のその機関としてですね、運営しながらですね、まあ、キム・キューというですね、キングという人物もですね、そこに参加しながらですね、まあ、韓国幸福軍をまあ立てながら、そして、この幸福というのはですね、これは光と復興という意味があってですね、解放するというですね、1945年にその解放する時までですね、まあ、運動を盛んに行っていたというところになります。1941年ですね、日本が太平洋戦争に突入しながらですね、まあ、滅私奉公ということでですね、こういった、まあ、朝鮮の、まあ、人もですね、まあ、一緒になってですね、そして、この太平洋戦争に臨んでいったというところですね。1942年に、まあ、ミッドウェイの海戦で大敗しながらですね、1945年に、ポツダム宣言を、まあ、受諾して、そして、まあ、日本は太平洋戦争にですね、まあ、負けていくというようなところなんですけども、まあ、これと同時にですね、朝鮮はこの解放を迎えていくというんですね。まあ、しかしながらその以前にですね、ソ連がですね参戦しながらこの満州に入ってくるわけですね。そういう中で満州、そして、まあ、今ある北朝鮮ですね、こう進駐しながら38度線を境にですね、まあ、アメリカと対峙していくというところで、まあ、今この解放したんですけども、解放されたんですけども、またこのソ連とアメリカによってですね、この朝鮮がですね、この満州、そして、朝鮮半島を中心として、まあ、対峙していくというようなこの流れになっていきます。ですからこの1920年からですね、まあ、45年駆け足で今話しましたけども、本当にこの激動のですね、世界情勢を見る上でこの時代にですね、この日本とロシア、そしてアメリカ、そしてまあドイツ、イギリスとですね、この各国がですね、この朝鮮、そして満州を中心としてさまざまな利権争いをしていったということはとても大切ですだと思っています。それが現代のこの現代史に、まあ、つながっていくというふうに考えられると思います。今日はですね、1920年以降のこの
最後の近代史としてお話をいたしました。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルはですね、韓国の観光地を回りながら、それと同時にですね、この朝鮮の歴史やですね、日韓関係についてもお話をしています。で、先ほどのですね、講義の中で創始解明という話がありましたけども、この水野直樹さんのですね、この創始解明という本もですね、ぜひ参考にしながらですね、見ていくことも参考になるかなというふうに思っています。それではまた次回の講義でお会いしましょう。